はい、吉谷さん、そうですね、くだらないビデオを見るのに時間無駄にさせやがってって怒る気持ちの人もいると思うんですけども、そもそもやっちゃやめてやっちゃやめっていう風な行動力も無駄だとは思うんですよ。無駄だという意味では同じですよね。まあ、だから私の前回作ったビデオをずっと見てなんだこりゃっていうのと、ビジネスらしきものをこうやってね、途中でやめて売り上げ上がりませんでした。まあ、私から見たらなんだこりゃとね、言えなくもないんですけども、それぞれ頑張ってらっしゃる中でやっぱね、その我慢というか忍耐というか、忍耐っていうのもやっぱりお金に変わっていくんですよね。単なる意味のわかんない我慢とかもありますけど、我慢クラブみたいな、そうではなくて、今の時代そうですね、やっぱりやらなきゃダメですね。もうそれにつきますよ、本当つくづく思います。やるだけやるだけです。繰り返してやっていきましょう。いってらっしゃい。